がクリスチャンになったのは、福岡にいる時なんですけれども、大学4年生の時ですね。卒業旅行でヨーロッパに友達と行こうとして、でその時に英語の勉強が必要になって、英語の勉強をするところに通ったら、たまたま宣教師の方がいて、でそこから KGK につながって、別の宣教師の人の家でもう聖書の勉強するようになって、で、まあ、ヨーロッパにも旅行に行ったりもしたんですけど、その時も建物よりも自然の方が好きだったりして、その後にですね、聖書の勉強した時に神様が7日間でこの世界を作ったっていうところを見て、すごい納得して、人間が作ったものよりも神様が作ったものの方が好きなのは、まあ、当然なのかなっていうふうになんか思うようになりました。命の言葉社の商品とかは、クリスチャンになってすぐにその KGK の友達からライフセンターの福岡に連れて行ってもらったことがあって、その時から知っていたんですけど、それからまあ時が経って東京に仕事で来て働いてる中で、いろんなまあ困難もありまして、営業の仕事をしていたんですけど、その時も営業の課長から、まあ、自分の営業の成績と周りの人の営業の成績を比較して比べられるのが毎日で、あいつよりもお前はなんでできないんだみたいなのを毎日言われて、まあ、その時に悩んだ時期もあって、どうしようもないなってなって、もう仕事に行くのも結構辛い状態で、仕事の帰りに電車の中でちょっと明日仕事行けないかもしれないんですけど、神様はどうしたらいいですかっていうふうに祈ったら、イザヤ書43章4節の私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているっていうのをが聞こえてきて、それですごい電車の中で一人で涙を流しながら帰ったんですけど、その時期に、命の言葉社の商品を購入しまして、でそこで募集してるっていうのが書いて、祈ってみて神様に、もしあなたの御心であればその道を開いてくださいということで、命の言葉社の面接を受けさせていただいたっていう感じです。今は営業部広告課で、クリスチャン新聞だったり100万人の福音の広告の営業をしています。たまに新聞の編集の方と一緒に取材に行ったりもしています。これから、まあ、編集の方もやっていけたらいいなっていうふうに思っているので、でも営業も営業で楽しんでいけたらいいなっていうふうに思っています。今年も1年間適用する聖句を神様から与えられたんですけれども、フィリピ人への手紙の4章8節と、正しいこと真実なことに心を留めなさいっていう御言葉なんですけれども、なんで神様が私にこの御言葉を与えたかっていうのを考えたんですけれども、営業をしている中で自分の中に嘘が聞こえてきて、教会だったりクリスチャンの団体から搾取している、そういう嘘が聞こえてくるんですね。だからその嘘に目を向けるのではなくて、真実なこと、正しいこと、私は神様の働きをしているんだっていうのを私が信頼することができるように、神様は備えてくださったのかなっていうふうに思っています。います。今、明日で1年になります。実は明日プロポーズします。レイチェル、幸せになろうね。